何も聞こえぬ。ああ、どなたかわからぬが、頼む。どうか伝えてほしい。俺はアリア藩のオルテガ。何もかも忘れていたが、今すべてを思い出した。俺は家族を、妻と生まれたばかりの子を置いてここまで来てしまった。親らしいことは何一つしてやれなかった。何も残してやれなかった。あいつは俺のことを憎んでいるだろうか。旅をしている間、家族を残してきたことがずっと心残りだった。もっとあいつを腕に抱いてやればよかったと。すまない、そなたが何かを伝えようとしていることはわかるのだが、俺にはもう何も見えぬ、何も聞こえぬ。ただ握られた手をかすかに感じるだけなのだ。せめてそなたの顔だけでも見られたなら。良い兜だ。そなたのこれまでの旅路が目に浮かぶようだ。決して楽な道のりではなかっただろう。それでもそなたは乗り越えた。親として、勇者として、何一つなせなかった俺に代わって、どうかこの世界に平和を頼んだぞ、我が子よ。
祭壇によくぞ来た。我こそは全てを滅ぼす者、全ての生命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。人間よ、我が生贄となれ。いでよ我がしもべたち。こやつらを滅ぼし、その苦しみをわしに捧げよ。またあったな。ルビスの塔では不覚を取ったが、今度こそお前の息の根を止めてやろう。
死にゆく者こそ美しい。さあ、我が腕の中で生き耐えるがよい。ほほう、我がバリアを外す術を知っていたとはな。しかし無駄なこと。さあ、我が腕の中でもがき苦しむがよい。